ドゥースブルフ・ドゥースブルフとは、オランダ・ヘルダーラント州にある基礎自治体。ドゥースブルフは1237年に都市圏を与えられ、現在では11,602人の人口を要している。アイセル川の右岸に位置しており、アイセル川と旧アイセル川の合流地点となっている。また、ドゥースブルフは、アーネム内名変都市圏を構成する一自治体となっている。ドゥースブルフは、 隣町のルーティンヘムに市民権が与えられた翌年の1237年に都市権を与えられた。そのアイセル側と旧アイセル側に挟まれた戦略的に重要な立地のためルースブルフの取りは長らく強化されてきた。その取りは町を経済的、行政的に重要な都市に押し上げた。この時代に建てられたマルティニ大教会は 町の中心となる境界でその高さは94メートルに及んでいる。多くの理由により、アイセル川と共栄していくことの問題は次第に解決され、ドゥースブルフの優位性というのは15世紀以降に次第に下がっていった。その後は地域の一時地帯となったため、第二次世界大戦を経てもなお残っている町となっている。1974年には、 歴史的な町として保護されるに至った。ルースブルフは1923年まで公式に威嚇都市であり、市街の拡大は不可能であった。第二次世界大戦後になると市街は急速に拡大していき、1950年代には町の東側にモーレンフェルト地区が作られた。旧アイセル川の南のベイヌームも70年代から80年代にかけて開発され、 その後、ベイヌームのさらに南のカンプステーデが開発されるようになった。21世紀に入ると、アイセルカーで周辺に44の住宅と124の集合住宅が、イタリア人建築家のアドルフォ・ナタリニの下に開発された。2007年には、ホテルの建設がされたが、数ヶ月後に破綻し、その後しばらくして営業は引き継がれた。ルースブルフの南部には、 キャンプ場が複数あり、毎年4000人が時期になると宿泊しにやってくる。歴史的景観を有する中心部には、博物館や彫像が多数存在しており、こちらも数千人が毎年訪れている。観光客の一番の目的は、中央広場の訪問であり、この中央広場は、国内で最古の公共の広場となっている。市の北側の絵の317号線付近には、 フェルヘルベグと呼ばれる工業団地が存在する。ここには国際的な運輸会社であるロトラ金属会社のウッピンクが置かれている。ベーヌームの東、修道への338号線沿いにはベーヌームオーストとベーヌームイコールベストと呼ばれる工業団地が存在する。ここには様々な規模のベンチャー企業が立地しており、総合商社も立地している。 アイセルガー沿いには鉄工業やコールセンターが立地している。CBS、スタッドライン、ありがとうございます。